乗車いただきましてありがとうございます。札幌行き臨時特別急行さよなら、鳥羽さんも函館号でございます。列車は100万ドルの夜景で既存特な港町函館を離れまして、函館本線、室蘭本線、千歳線を経由いたしまして、北の都道東札幌へと走行してまいります。列車ただいま3号車を先頭に、むしろ1号車まで3台の車でご利用いただいております。3号車指定席、2号車自由席、むしろ1号車が指定席でございます。乗車券、特急券、座席指定券等をお確かめの上ご利用ください。号車番号、車内出入り口上に表示されております。また3号車と1号車は禁煙車となっております。3号車と1号車は禁煙車でございます。洗面所トイレは3号車後ろ側、1号車前側、電気部分にそれぞれございます。洗面所トイレ3号車後ろ側、1号車前側です。テレホンカード専用の車内公衆電話2号車後ろ側にございます。失礼いたしました、2号車前側にございます。なお電波の関係上トンネル区間では2アップのとなります。あらかじめご承知ください。またお弁当スナックよりジュース類の販売は2号車にございます。サービスカウンター売店で行います。ただいま準備中となっております。こちらのサービスカウンター売店準備ができ次第提供開始いたします。詳しいご案内につきましては後ほど係の者よりご案内をいたします。それではこれから先止まります駅と到着時刻をご案内いたします。次の停車駅は大沼公園、14時47分の到着です。大沼公園を出ますと森、15時21分、八雲、15時45分、長万部、16時29分、東屋、17時13分、伊達門別、17時25分、東室蘭、17時44分、登別、18時1分、苫小牧、18時37分、南千歳、19時1分、新札幌、19時36分、終点の札幌、19時52分、終点札幌到着は7時52分でございます。堺、客室乗務員、木津までございます。終点、札幌まで皆様、ご案内をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。また本日、トマム札幌エクスプレスも、最終最後の運転となっております。最終最後のラストランでございます。どうぞ十分にお楽しみくださいませ。また車両などにつきましては、詳しいご案内につきましては、後ほどまた放送でご案内いたします。またこれから先、進んでまいります地方の観光放送、ご案内いたします。